ただいま通塾浪人生、在宅浪人生ともにキャンペーン料金実施中。詳しくは概要欄の浪人生説明動画まで。この場合だったらね、僕大学行く必要ないと思うんですよ。入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます。受験トーク、それで始めていきましょう。学び部の矢翔です。学び部の矢翔です。こんにちは。カンカンドリス入試前期入試が全て終わりました、はい、発表がね。そうですね、発表が全部出ましたね、はい、今回の動画は、まあ、そういう試験の結果を終えたという動画にしていきたいなというふうに思うんですけれども、まあ結果が出たという人、本当におめでとうございます。本当に今までの頑張りが通知として実ったというところで、本当におめでとうございます、はい、おめでとうございます。選ばれた人間なんでね、受かった子は、うん、マジでのカンカン同率入試の5倍の世界なんで、5人に1人しか受からないわけですから、うん、だからその中で、この動画を見てる視聴者さんの中で受かった子の方が少ないはずなんで、うんうんうん、その子たちはね、本当におめでとうございます。おめでとうございます、はい、で、はい、まあ残念ながらね、結果が出なかったっていう人は、ね、まあ次のこうステップに行く必要性があると思うんですけど、うん、カンカン同率じゃなくて違う大学に進むっていう道もあるだろうし、後期に向けて頑張っていくっていう風な道を選ぶっていう人もいるだろうし、まあいろんなこう選択があると思うんですけど、もしね、後期に進んで後期に向けて頑張っていくっていう子は、本当にまだ時間あります、まだ時間ありますから、諦めずに頑張ったら点数は伸びていく科目も全然あるから、諦めずに最後まで戦い抜いてほしいなというふうに思うので、頑張ってください。まあ、この受験トークをね、もう本当に毎日僕ら配信させてもらってて、見てくれてる視聴者さんがね、今こうやっていらっしゃると思うんですけど、本当に僕らとしてはこの受験トークっていうものを通じて、まあ、勉強法であったりとか、その勉強に対する姿勢であったりだとか、これから先の、ことであったりとか、前澤先生の哲学的な話であったりだとか、本当にまあいろいろとこう僕ら発信させてもらってて、で本当にね、なかなかこう受験勉強って孤独な戦いやと思うんですよね。いろいろ抱えてて、でそれをこうなかなか人に打ち明けれないとか、打ち明けたとしてもなかなかその親身に相談に乗ってくれないとかっていうコメントとかもあったり しますから、本当に孤独な戦いをしてくれてるね、受験生たちに対して僕らも少しでも応援したいなという気持ちを込めて、動画を配信させてもらってましたから、そういった意味でまだまだ僕らとしてはこの後期に進んでいく子に対してはもっともっとここの動画ではね、そういう風な動画が全部そういう風な動画ではないけれども、でも心の中では本当にそういう風な気持ちで動画を配信させてもらってるし、で結果が出たっていう人は僕らがね、何ができたって言ったら本当に何もできてない微力なもんだとは思うんだけれども、少しでもね、僕らが伝えてきたことであったりとか勉強法の話であったりとかっていうのが、ちょっとでも役に立ったなっていう風に思ってもらえたら、ものすごく配信してる僕らとしては嬉しいなという風に思うので、何はともあれ本当に、この動画を見てくれた皆さん、本当にありがとうございました。矢翔先生、はい、はい、まずね、はい、合格した人たち本当におめでとうございます。おめでとうございます。まあこれがね、終わりではないんで、うん、学び、まあ言ったら大学受験っていうそのね、今まで、小中高まで学んできたところの、結果として、まあ大学の名前があるんですけど、うんうん、でここからはね、本当に好きなことを学んで、それで結果を出していかないといけないし、大学受験みたいに答えがある勉強じゃなくなっていくんですよね、うんうん、だからそういうところからほんまに人の進化っていうのが出てくると思いますから、はい、ここでね、その学びを止めるのではなくて、うん、さらに歩みをね、進めていってほしいなというふうに思います。この動画のですね、コメントにですね、ぜひ受かった子たちはコメントいただきたいなと、ここ受かりました、ありがとうございました、うん、みたいなね、うん、ついでにうちの、チャンネルのね、意見とか、はい、なんかこうでしたよねみたいな、入れてくれると、あ、嬉しいな、見てくれてるな、ね、みたいな思えるんでね、そうですね、ぜひ書いてほしいなと思います。はい、はい、で落ちちゃった子なんですけど、はい、多分ね、ここからもう帰ってきた点数を見て、でもそもそもこれこう包んでもしゃあないわみたいな、うんうん、もうやってもってるから、もうこれも絶対今年間に合わへんから後期も受けへんわって、うん、言って、まあ、行けるような進学先を選んで進学する子もいれば、うん、まあ、後期の試験に突入するっていう子も、いると思います、はい、で後期の試験に突入する方には一応ライブ配信を用意してますんで、はい、それをまた見てほしいなというふうに思うんですけど、はい、ね、もし後期も受けずにもうこれで大学受験は終わり、
で、カンカンドリツもダメだった、うん、で、進学先は自分が思い通り描いたところではないところに行くっていう子に対してちょっと話をするとすると、はい、あの、まあね、うちのね、あのチャンネルのコメント欄とか、まあ、見てくれたらよく分かると思うんですけど、まあ、僕、まあ、関西大学で山下先生に詰めてるじゃないですか、はい、まあ、こういう仕事してたら、まあ、低学歴やねん、何やそんなこと言ってんねんみたいなってよく、まあ、あの言われるわけですよね。で、あのこれってね、あのどこまで行っても言われます、うん、どこまで行っても言われます、うん、でそれが、自分がどこまで妥協できるラインで止まるのかっていう話だと思うんですけど、うん、そのね、俺一番良くないと思ってるのが、うん、自分で自分を傷つけることだと思うんですよ、うん、だから行く大学に行く進学先に、誇りを持てなかったり、進学した先で頑張ろうっていう気になれない、うん、この場合だったら僕大学行く必要ないと思うんですよ、うん、これね、厳しい話をするし、保護者様が見たら、いやそんな矢沢先生言わんといてよと、うちの息子娘もちょっとここでもう妥協で行かせたのにっていうふうに思われるかもしれないんですけど、僕そういう大学生活にはあんまり価値がないと思うんで、それだったらもう1年勉強して、ほんまに自分が納得いく進学先を決めてそこに行くか、それとも決められた、言ったらそこに行ける進学先に行ってそこで花を咲かせるかっていうふうに決断する、そうすることによってですね、もちろんそのまあ、どこに行っても否定はしてくる人はいるわけじゃないですか、やねんけど、いや俺はここで、花咲かせて頑張っとんねんと、いうふうに思えたら、それは俺それで一つの成功だと思ってるから、うんうん、だからそういうふうにね、あの思えるような進路を、選択して、これからもね、あのぜひ頑張ってほしいなと思っています。はい、なところですかね、はい。ちなみに、受かった子への話なんですけど、はい、2月24日、これ 前告知しましたよね、はい、2月10日の動画にも告知してるはずなんですけど、はい、あの2月24日の日曜日に、はい、コンサルガイダンスをやってます、はい、まあ、コンサルやりたい、うちのコンサルやりたいっていう子の、まあ、一次面接、はい、一次の説明会みたいなものなんですけど、はい、その概要に関しては動画の説明欄の方に書いておきますので、もし、興味がある子がいましたら、そちらに応募お願いします。はい、はい、それではこの動画はここまでにしたいと思います。動画がいいなと思ったらいいねを、質問はコメント欄からお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。動画見てくれてありがとう。無料で受験相談ができる無料体験コンサルを365日受け付けております。資料請求をしてくれた方にはこちらビズマーの生態を明らかにしたマナビズムライフスタイルブックを進呈しています。 LINE アットでは登録者限定の情報も流れてきますので、必ず登録しておくようにお願いします。